ファイステル構造はブロック暗号の構成法の一種である。ほとんどのブロック暗号は実装コストを効率化するために同一のラウンド関数を繰り返す繰り返し暗号になっており、ファイステル構造は繰り返し暗号の代表的な構成法である。他の構成としては SPN 構造がある。1977年に IBM のホルスト・ファイステルが開発したですの構造から、 ファイステル構造と呼ばれる暗号に求められる性質の一つに暗号文から平文を複合できることがあるがファイステル構造は逆変換が自分自身と同じ形になる性質があるためラウンド関数に任意の関数を用いても複合可能性が保証できるという特徴があるデスイコー、フィール、ミスティー1、カメリアなど多くのブロック暗号でファイステル構造は採用されている ファイステル構造ですで採用された構造は、二つの、ラウンド変数、LR、ディスプラスタイル L、R、RR、ディスプラスタイル R, R、R, R, R と、ラウンド鍵、KR、ディスプラスタイル K、R 及び、ラウンド関数回、ディスプラスタイル F から、以下の計算を繰り返し施す、暗号化、RR1 イコール LR 回、ディスプラスタイル R、 r プラス1イコール l, r をプラス f.lr イコール rr.display style l, r プラス1イコール r, r. 複合 .lr イコール rr 1回 .display style l, r イコール r, r プラス r r、r、1をプラス f.rr イコール lr1。d i s p l a style r, r イコール l, r プラス r r、r、1。 暗号化と複合で使用する、ラウンド関数解。ディスプラスタイル F は、暗号化の出力を複合の入力に代入して、式変形すれば容易に確認できるが、任意の関数を用いても、複合可能性が保証される。暗号化と複合の違いは、ラウンド化に、KR、ディスプラスタイル K、R の順番が逆になるだけである。言うまでもないが、安全なブロック暗号を、 任意の関数で保証できるわけではない。ミスティでは、ラウンド関数回、ディスプラスタイル F の内部にさらにファイステル構造を組み込んでいる。これを、入れ子型構造と呼ぶ。ミスティでは3段階の入れ子構造をとっている。入れ子構造は、差分攻撃及び線形攻撃に対する、証明化の安全性を実現するとともに、回路規模の削減に効果がある。 マーズでは入力を4つに分割しそれぞれの間で計算を行うような構造で構成されている。一般に N ディスプラスタイル N 分割する場合を変形ファイステル構造と呼ぶブロック暗号全体のブロック長が大きい場合にラウンド関数のビット幅を小さくすることができる。ファイステル構造以外に広く知られている構造に SPN 構造がある。 SPN 構造と比較した場合の利点及び欠点を述べる。ありがとうございます。